ここでは聞くについてもう一目で分かっていただけるような動画をお届けします。まずこの全身で聞くっていうところがとても大事なんですね。で、体を使って聞かないバージョンと体を使えもう全身で聞くっていうところをちょっと比較してみていただこうと思います。まずは普通の聞く、ね、体を使わないで聞くっていうのをやってみます。はい、患者役でやってみます。清水さん、私ね、雨が降ると、今日みたいに雨が降るとすごい歯がうずくんですよ。で、なんかね、頭も痛くなっちゃって、なんか頭とか体とかが全部なんかつながってきてすごいしんどいの。聞いてくれてる？はい、わかりました。大丈夫？はい。はい、まあ、こんな感じで、私としては非常に不安なんですね。何もね、うなずきも相づちもなく、で、そんなに悪い表情ではないんだけれども、かなり患者としては不安でした。はい。じゃあ次、全身で聞くを表現してもらいます。はい。はい、じゃあ行きます。はい、清水さん聞いてください、はい、今日みたいに雨が降ると、うん、私特に歯がうずくんですよ。歯がうずくんですね。そうでね、頭まで痛くなっちゃってめちゃくちゃなんかもう憂鬱な気持ちになっちゃうんだよね。そうなんですね。では晴れた日はいかがですか？晴れた日はね、もう全然違う。もうほら晴れ大好きだし、もう太陽私大好きなので、すごいなんか心地いいんだ。あ、そうなんですね。はい、しっかりとお気持ち聞かせていただきました、うんうん、はい、ありがとうございます。こちらこそ聞いてもらってありがとう。どうでしたか？全然ね、うなずいてもらえない。もう同じ話をしてるだけ。あ、今ちょっと質問もしてくれたんだけれども、体を使うっていうのはこういう感じです。ぜひこれもちょっと皆さん大げさに、やってみてください。うなずくもこれくらいうなずくんです。もう、うんってうなずいていただくと、患者さんが不安にならないで、あ、この方はすごいよく聞いてくれてるなっていうのが伝わっていきます。はい、聞くについては以上です。